渋谷の交差点が音楽と共鳴。ショックンとナンバー、アイの特別なアナウンス。こんにちは、音楽愛好者の皆さん。今日は、注目のアーティスト、ショックンとナンバー、アイが、渋谷の交差点での特別なイベントについて、素敵なインスタグラム投稿をシェアしました。このエキサイティングなアナウンスは、コミュニティ全体に感動をもたらし、社会的な波紋を広げています。新たな音楽体験の舞台、渋谷の交差点、ショック クントナンバー、愛の最新のインスタグラム投稿によれば、渋谷の交差点が今、音楽の中心地として躍動しています。これはまさに、音楽とコミュニティが一体となり、新たな表現の舞台を生み出している瞬間です。彼らが投稿した写真やコメントからは、まるで音楽が街全体に響き渡っているような感覚が伝わってきます。渋谷駅周辺で広告も、渋谷駅周辺には、ックントナンバー、 愛に敬意を表す広告も登場しているようです。彼らの音楽が広告を通じてさらに多くの人々に届けられていることは素晴らしいことですね。この広告を見たファンたちは感謝と期待を込めてコメントを寄せています。ジン君や紫輝くんの名前が広告に輝いている光景にファンたちは心からの喜びを感じているようです。音楽の広がりと多様性。この特別なイベントは 音楽が持つ力を感じさせるものです。コメント欄には、遠くていけないけど、聴いてるよという温かいメッセージが並んでいます。これは、音楽が物理的な距離を超え、人々を結ぶ力を持っていることを証明しています。また、ファンたちの多様なコメントからも、音楽が異なる人々の心に訴えかけ、様々な感情や思いを引き出していることが伺えます。アーティストからの愛のメッセージ。ショックンとナンバー。 愛がファンに向けて発信しているメッセージには愛と感謝の気持ちが溢れています。見に行きたいけど遠いよというコメントに対して遠くても心は近くにあるよという返信がありました。これはまさにアーティストとファンの絆が距離を超えて成り立っている実例です。新たな音楽体験への期待。最後にファンたちがこれからの音楽体験に対して寄せる期待が感じられます。たくさん聴きますというコメントが 未来の音楽への興奮と期待を象徴しています。渋谷の交差点が新たな音楽の舞台として注目を集め、これからどんな素晴らしい音楽体験が待っているのか、ファンたちはワクワクとした気持ちで待ち構えています。この特別なイベントが、音楽愛好者たちにとって素晴らしい思い出となることでしょう。渋谷の交差点で広がる音楽の魔法は、きっと多くの人々の心を捉え、新しい音楽の可能性を広げていくことでしょう。 皆さんも音楽の力を感じながら新たな音楽体験を楽しんでみてくださいね。